服部正重は、戦国時代から安土桃山時代にかけての三河の武将。通称は、半蔵で、服部半蔵の名でよく知られている。松平氏の不大家臣で、徳川十六神将、鬼、半蔵の異名を取る。実戦では、家康より預けられた伊賀州と甲賀州を指揮していた。父の補助は、伊賀国の土豪で、 北部を領する千賀寺市の一門の町であった。当時の伊賀には、服部氏族の千賀地、百地、藤林の三夜があったが、狭い土地において生活が逼迫したため、補長は、旧姓の服部に服して上落。室町幕府十二大将軍、足利義晴に仕えることとなる。その時、松平清康が、三河国を平定市将軍に越見するべく上落した、折、 保長と面会して、大いに気に入り、その縁で、松平氏に仕えることになったという。伊賀国与野の千賀寺氏を正重の一族とするのは、誤りで、阿廃軍、荒木の服部半蔵正種の子とするのが正しいとする、説がある。また、保長を、服部民部の子、森助であると記し、なお、岩見守る半蔵正ゾウ・上官入道保長、法名、 どうかとする資料も存在する。千賀寺市場の伝承においては、上記とは逆に将軍に仕えていた、補長が伊賀に戻り、千賀寺市を名乗ったとされ、その子である正重と徳川家康の接点がない。三河へ移った後の補長の記録は少なく、墓所などは、現在も判明していないが、大樹寺に縁があったとされ、同時過去町には息子である九太夫の名が見られると、共に、 家電においても、正重は、幼少期を、大樹寺で暮らしたと記されている。正重は、父の後目として、服部家の家督を継ぎ、徳川家康に仕えて、遠藤海掛川城攻略、姉川の戦い、三方ヶ原の戦いなどで戦功を重ねた。一般的に、伊賀忍者の刀領の印象が強い正重であるが、彼自身は、徳川家の旗本先手武将の一人であり、 伊賀国の忍者の統領ではない。徳川廃家の将として名を表した後の働きも忍者のそれとは異なり、槍や体術を駆使し一番乗り、一番槍などを重要視した武功第一のものが多い。しかし、いくつかの合戦において、伊賀者や甲賀者と行動を共にする他指揮官として、忍びを放ち探査や工作をさせた記録も残るため、正しの生涯の多くに伊賀、 甲賀出身者や忍びの者たちが関わっていたであろうことが推察される。天文十一年、服部保長補の逸豆をあるいは、六尾として、三河国伊賀に生まれた。出生地は、伊賀八幡宮の北隣、明願寺付近とみられる。天文十七年、六歳の正茂は、大樹寺へ預けられた。幼い頃より筋骨たくましく力の強い、子供であったという。 しかし3年後の天文20年には、出家を拒否し大樹寺から失踪する。正茂は親元へ戻らず兄たちの援助で暮らしていたが、その後7年間、ウイとされる、宇都城ロめまでの消息は不明とされる。工事3年、16歳の時に、三河宇都城を野襲し先行を立てた際、徳川家康から、酒月と、持ち槍を配慮したという。 A63 年の沖狭間の合戦以降、家康が三河統一に着手した時期には、正重は渡辺守綱と並び、徳川家臣団の旗本馬回り州に所属していたという。A66 年、三河一行一期の際、正重は一行お胸であったが家康への忠誠を誓い、一期勢を相手に戦った。a 十二年の掛川城攻めでは、渡辺守綱、内藤正し 本田茂次、坂木原忠政らと共に戦っている。元気元年、姉川の戦いにおいて正重は、姉川邸における一番やりの巧妙を挙げた。また、偶然であった、浅井の兵数十人に、自分も浅井方であるから、共に退却しようと偽り、打ち取る機会を伺っていたところ、通りかかった弟の半助から、その敵を打ち取れと声をかけられて怪しまれたため、 敵兵の主人と数人を倒して、半助に首を取らせた。この戦で正重は、若い将兵の貢献も任されていたという。元気六年、三方ヶ原の戦いで正重は、先手として、大菅安隆の隊に配属され一番槍の功名を、挙げた。しかし、徳川軍は大敗し、正重は、大久保忠近、菅沼定聖らと共に、家康を守り浜松城を目指した。 この時正重は顔と膝を負傷していたが、家康の乗馬に追いついた敵と格闘し撃退している。浜松城へ帰還した際には、敗戦に老狽する味方を鼓舞するため一人で城外へ引き返し、敵と一騎打ちの末打ち取った首を手に城内へ戻った。先行により正重は浜松城にの丸るに召し出され、家康から褒美として平安城、 長吉の槍を含む槍に法を送られ、また、伊賀州150人を預けられた。天正二年、武田勝頼の東東海出陣の際には、氾濫した天竜川を渡ろうとした、板垣信道の家臣や、浜松城下に手勝ったを行おうとした、山形正影配家の小菅元成らへ攻撃を、加えている。天正三年、長坂千槍黒信正の娘を正室に迎える。 同年夏、後天神城会場の後、正重は、大須賀安高の大須賀党組へ配属され、後天神白攻めに参加する。大須賀党組には、花輪団右衛門、井上半右衛門、松下下平、鉄砲名人の鳥井金五郎、忍び名人で、大ネズミと呼ばれた、神谷根六、槍、半蔵渡辺守綱などが属していたという。天正四年、長坂信正女子との間に、 長男の正成が出生する。天正七年、家康の嫡男信康が織田信長に疑われ、遠藤海国二俣城で自陣に追いやられた際は、剣士に使わされた。この時、信康の解釈を命じられたのは、渋川白江門であったが、渋川は三大騒音の主のお首に刀は当てられぬ、とその日の夜に出奔してしまった。そのため正成が、 にわかに解釈を命じられたが、信康のあまりの痛わしさに首を打ちかね、刀を投げ捨て落類し、倒れ伏したため、正重に代わり山形道綱が解釈を行った。報告を受けた家康は、さすがの王にも、主君の子は切れぬか、と正重をより一層評価したという。信康解釈の逸話については、三河物語に描写されており、正重は、 信康のそば遣いだったという説もあるが、信康とはほとんど面識がなく、この逸話は後世の創作であるとする説や、服部半蔵ではなく渡辺半蔵が解釈したという説もある。近年では、信康の切腹は、家康と信康の対立が原因とする説が出されている。また、三大騒音の主のお首に刀は当てられぬという、 渋川白衛門の言葉については、正重の言葉として記載されている場合も多い。天正八年、次男の正重が出生する。その後、三男の正弘が出生し、後に正弘は出家したという。同年、後天神白攻めのため、浜松城下に駐留する織田家の炎長、大垣占い線の家人と、徳川家臣の家人が些細なことで衝突する。 浜松に行った正重は頼まれて、火星に加わるが、正重を報復で襲った大垣家人らを、はっとり家で迎え撃った結果、大垣家、はっとり家の双方に、複数の死者を出すこととなった。大垣家が、小高臣であることを重く見たい家康は、逃げるつもりのない正重を説得して、浪人とし、妻子ともども浜松から逃がすと、別人の首を、 正しの首にした手を大垣家に差し出したという。この事件の後、伊賀越えまでの2年間の正しの消息は不明である。天正十年6月、信長の招きで、家康が少数の友のみを連れて、上方を旅行中に、本能寺の変が起こるが、この時境に滞在していた、家康一行が、甲が伊賀を通って、伊勢から三河に帰還した、いわゆる伊賀越えに際し、 先祖の出自が伊賀である正茂は、商人、茶屋、白字老貴を信と共に、伊賀、黄賀の地元の土豪と交渉し、彼らに警護させることで一行を安全に通行させ、伊勢から船で三河の岡崎まで護衛した。同地で味方となった彼らは後に、馬回り、伊賀同心、黄賀同心として徳川幕府に仕えている。この時、正茂は、栗という場所にいたところを召し出され、 伊勢の白子まで同行したという。正重は、一騎勢に対し道を開けるよう大声で、呼びかけその暇に家康らを通行させたが、相手が襲ってきたため、馬を乗り入れて応戦した。しかし土塁に駆け上がった際に堀へ転落し、上から槍で足を十箇カ所近く突かれ、気を失った。家臣の柴山小平は家康へ、正重は討ち死にしたと伝えたが、 遺体を回収しようと戻ったところ生きていたため、これを解放しながら、共に帰ったという。岡崎に帰着した後の6月15日、正重は5セ手頭を申し付けられた。同年には、本能寺の変によりかい、信濃の武田医療をめぐる天正人後の乱が発生し、7月に、正重は家康に従いがへ出陣する。家康は、現在の北斗地域を中心に布陣した。 相模国の北条宇直に対して、甲府盆地の各地の城塞に布陣し、正重は伊賀州を率いて、勝山城や宇場口取りで琴平山塞に配置され、海、駿河を結ぶ中道王冠を監視した。勝山城で正重は、塚根州の協力を得て、周辺の地を守備した。同年8月、徳川勢が信濃国策軍に侵攻すると、正茂は、 伊賀州を率いて、塚根州、帯助明の里しるべを受け、9月初旬には、作軍、高層城を野州し落城させる。9月下旬、三島方面への北条氏進行により三枚橋城の松平公や大沢はじめ塾から要請を受けた正重は、徳良城の炎章として90機ほどを率いて防衛し、三島で、勝ったを行った。 北条勢の徳良城攻撃の際は炎症である、本田月次と共に防衛に当たり、正茂は岡田元次とニラ山で、勝ったを行った。この頃、正茂は、ニラ山の抑えのため天神が、お砦出に入り、ニラ山方面への攻撃と防衛に当たっている。9月8日の夜には、敵の砦出である佐野小屋に、伊賀社二人を忍び入れて詳細に報告させ、同月15日、 伊賀州を先方とし、大雨に紛れ攻め落とした。この功を、家康は、信玄、勝頼の二代を防いだ堅固な取りをついに落としたと、称賛したという。同年12月、正重と伊賀州は、孔壮上守備の任につく。天正11年8月、正重は命を受け、伊賀社200人を率いて、飼いの国の谷村上場番となり、守備に当たった。 天正十二年三月、小牧、長久手の戦いでは、伊勢松ヶ島城の火星で、伊賀甲賀社百人を指揮し、鉄砲で豊臣方を撃退している。正茂は二の丸を守備し、筒井勢を防いだ。続く、蟹江城の奪還戦で正茂と廃下の伊賀、鉄砲衆は、松平安忠と共に、東の丸の包囲に加わり、井伊伊直政の大手口突入が始まると二の丸へ、攻め入った。 最年時にある、服部半蔵正重の墓天正18年の、小田原征伐に、鉄砲奉行として従軍した。正重は、大組100人の組頭として、寝頃衆50人を率いていたという。この時、草壁兵衛門、なる吉地衛門も大組100人の組頭を務めている。戦で正重は18丁口にて奮戦し、首を18球上げたという。 この際、正重が用いていた黒地に白の五字不主犯差し物を使い版の旗印にしたいと、本田正信を通じて家康より求めがあったため、正重はすぐにこれを差し出し、以後は根時に白の八幡社門の旗を用いた。以後、徳川軍の使い版旗には白地に黒五字の旗印が採用され、使い版の中でも熟練士功績の多いものに使用が許された。 なお、正しがご自主犯差し物の代わりに用いたという、八幡社の旗の家門の詳細については判明しておらず、一般的に、服部氏が使用する、源氏社に八幡や、八社と呼ばれる場合のある、矢尻付き三つ八幡等が推察される。小田原の陣の功により、とうとう海に治療を与えられた正しは、家康の関東入国後は、よりき三十期及び、 伊賀同心200人を付属され同心級と合わせて8000国を領した。自身は武将であったが、父親である補長が伊賀出身で、忍びの手であった縁から徳川家に召し抱えられた伊賀同心を統率する立場になったという。この頃の治療は、遠州布引山六の村、遠州伊佐市村、佐浜村、天正の頃は、遠州長城郡小池村のあたりであったと言われる。 また、慶長元年には正重が武蔵区に橋戸村を領していた記述が地方文書に認められる。文禄元年には比前名古屋へ鉄砲奉行として従軍する。徳川の陣営は前田利家の陣営と隣同士であり、共用の水汲み場で下人や足軽らのさかいが起きた。集まった両陣営の人数は戦いが起きる寸前にまで膨れ上がったため、正しは 配下の兵に命じて、ひなわに転加させ、前田の陣に鉄砲を向けたという。また、正サは争いを収めようと肌脱ぎ駆け回ったが、収まらず、本田忠勝が出て、ようやく事態が収まったとする説もある。この戦が正サにとって、最後の出陣となった。慶長元年11月14日に病没し、江戸高寺町清水谷の西年寺に葬られた。西年寺は、 正重が生前に信康の母代を伴うために創建した浄土宗の世、安養院の後ろ身である。安養院は江戸工事町の清水谷にあり、正しげは1593年家康から300両を与えられ、寺院を建立するような命を受けたが、西念寺の完成を待たず死去した。その後、西念寺は江戸城の拡張工事のため1634年頃に、 現在地に移転したとする。西年時の3号、寺名は、彼の法名にちなみ、現在も毎年11月14日に、半蔵期の法要が行われている。伊賀越えの後、新たに正重が、指揮権を預けられた、伊賀同心、伊賀州は、伊賀越えを支援した縁で、徳川家への士官を望んだ、伊賀国の地侍とその家族であり、正重自身の家臣ではなかった。 家康は彼らを同心として雇い、指揮権を伊賀の血筋である正重に与えた。しかし同心らは、自分たちは徳川家に雇われたのであり、服部氏の家来になったのではないと認識していたこと、正重の父である補調が早い時期に伊賀を出て、三河に住んだこと、伊賀における、正重の価格は自分たちよりも下であることなどを、理由に彼に指揮されることを無念に思っていたという。 後に、彼らは、伊賀道心200人組として組織化され、江戸城周辺の守備に当たったが、正重の死後も伊賀道心200人組と、服部半蔵家との確執は続いた。指揮権を継いだ、正重の長男で三代目半蔵である正成の、会役後、伊賀道心200人組は四つまたは六つに、分割解体され、それぞれの組には新たに指揮者となる旗本を置いて、再編成されることとなった。 この時、四代目半蔵となった、正成の弟正成は、大久保長安に仕える金山同心であったため、伊賀同心の指揮者にはならなかった。なお、彼ら伊賀同心とは別に古くから、三河地方に定住していた伊賀出身者や服部とも、多数おり、彼らも、また、補長や正成と同じく、松平、徳川家に仕えていたとみられる。正成の死後、 伊賀道心支配の役と、服部半蔵の名は、嫡男の正成が継いだ。正成の屋敷は五門内にあったため、この門は後に、半蔵御門と呼ばれるようになったという。その後、正成は、赤坂御門のうちに住んだ。服部屋敷の正確な場所は、現在も判明していないが、正成晩年の屋敷及び安養院の場所については、一般的には、 現在の清水谷公園周辺であったと推測されている。半蔵門から始まる甲州街道は甲府へと続いている。甲州街道沿いの工事町周辺には、徳川も三谷や、審判屋敷、旗本の屋敷をはじめ、服部半蔵家と家臣の屋敷、伊賀道信羅の屋敷が配置されていた。さらに、江戸時代の甲府藩は審判や不代が治めており、教法三年に、 柳沢義里が山と氷山に国替えになってからは、天領となって、甲府城代が置かれた。甲州街道は、浸水被害を受けにくい安全な尾根道に作られており、江戸城に直結する唯一の街道であるとともに、江戸からの出陣、江戸への敵の侵入を阻止するための重要な、軍事街道でもあった。また、将軍家に非常事態が起こった際に、 江戸を脱出するための養路に想定されていたと言われる。現在では、半蔵門は江戸城の非常口や裏門であるという説が一般的であるが、甲州街道が江戸城に直結する街道の中で最も安全で、強固に守備されていることから本来は正門であったとする説もある。服部正成の海域後、伊賀組は江戸城内を警護し、高岳組は 江戸城外の門を警護していたという。ある時の陣中にて、正重を召し出した家康が、その方の働きは誠に、鬼槍であると評したところ、渡辺半蔵が、私の働きはいかにご覧になられたのかと言った。家康は、その方の働きは、槍半蔵であると答えたので、正しと守る綱の両人は、意義なく家康の御前を退いたという。 白攻めの際、正重の五字の旗差し物を見た敵方より、五の字の差し物、鬼半蔵と毎度呼ばれたので、鬼半蔵と称するようになったという。三河物語、勘定録、服部半蔵武功記などに、正重の戦闘術が記載されている。二人の人物を同時に切れという命令を受けたとき、正重は彼ら二人の間に入って歩き、振り返りざまに、後ろのものを切り、 その後で前のものを切った。正しは常に敵の襲撃を想定しており、眠るときも床にむしろを敷いてその上に寝ず、少し離れたところに横になった。羽織を切るときは、すぐに脱ぎ捨てて戦えるよう、紐を結ばなかった。敵と戦うときや敵に襲われたときは、まず足の先で蹴り、兜のまびさしを狙うのが良いと語った。次男の正しに対し、 敵と戦う時は、兜のまびさしを狙い、顔は、唇まで切りつけ、敵の胴に切り込み、また、すね、腕、膝をつりかけて撃ち落とせと語った。一部の武具は、現在も、比較的良好な状態で保存されており、配管が可能なものも存在する。しかし、その他の武具や、勘定のほとんどは、慶長9年の江戸城火災による、麹町福平屋時期の累相や長男。 正成の海役、大阪の陣の混乱等により失われたとみられる。足利将軍より配領の不足、槍、宝器や安なの刀。正重の父である、服部補長が、足利家に仕えていた折に、将軍、足利義ガより配領したが、このうちの二つは消失したという。刀の名は、宝器国大原五郎太夫安綱であった。青い門の坂と穂先七寸八分の持ち槍。 三河宇都城を野衆し先行を立た際に、家康より廃領。大なぎなた三方が原合戦の先行で、浜松城にの丸にて、家康より廃領した日本の槍の一つである槍。東京都新宿区四谷の最年寺所蔵の槍と見られる。平安城、長吉の槍。三方が原合戦の先行で、浜松城にの丸にて、家康より廃領した日本の槍の一つで、 この槍と共に送られた。正重、正成の後、四代目、服部半蔵である、服部正成が所有した。晩年桑名藩の定石画廊となった正成は、藩主である、松平定綱に、槍の由来を聞かれた際、定綱の息子である、松平正成に槍を献上した。由緒のある槍であったため、定綱は、槍の写しを作り、正成に送ったという。 総集広司制の会見。武田の患者の竹安を打ち止めたとき、褒美として家康より贈られた。家康のお召し具足と同じ黒中核の黒合川縫ぬい延べ鎧、お召しと同じ脅しの大星兜と、お餅と同じこしらいの采配。家康は奈良という具足職人にこれらを作らせ、正重に贈った。お召しの兜は桃形兜であったが、 正重に送られたのは星兜であった。采配は天目黒塗りの柄の後先に銀の歯形の逆輪をつけたものであった。しかし、慶長9年の江戸城火事による麹町福平時期の累相により具足は消失し現存しない。采配は長男、正成の戦士で、所在不明になったとも、次男正重が佐渡勤めの最中に紛失したとも伝えられている。 なお絵紫の内刀。正重は、自らの所有した、なお絵紫の内刀を、本田忠勝の家老、梶真猿中に送ったと言われ、梶家に伝わる刀が現存している。堺修理大武家氏、大谷正積所蔵とされる、服部半蔵の槍。古今要欄に掲載されており、笹穂槍の絵図とともに、保三尺七寸、問いの深さ中にて三分刑、柄は、 大東打三尺三寸黒塗り仙壇巻金物堂、柄の巡り一尺五分、このところかより記事と記載されている。東京国立博物館に正重の長男、服部半蔵正成の名を刻んだ英六五年作、関金久の大見有が所蔵されている。東京国立博物館、やりめの欧州赤十旧作英六五年五月、吉日、服部半蔵正成再年時には、 新宿区登録有形文化財である、服部半蔵の槍が奉納されている。槍の原存部分の全長は258センチメートル、重さ7.5キログラムである。事伝によれば、この槍は三方ヶ原の先行により、正重が浜松城で家康より配領したものとされる。正重の兄である、服部トリ氏の子孫にあたる服部一郎絵門が、 保有し再年時に奉納した。槍に付属する文書記録によれば、この槍は正しげが姉川一番槍を入れた際に使用していたものとされ、名は鬼切れ丸であり、別名をひげ切れ丸、膝切れ丸、雲切れ丸と記されるが、詳細は定かではない。明暦三年の地震により穂先一尺四寸一分が折れたが、 元の穂の長さは四尺であり、中心が抜けないまま鞘付きで箱に収められた状態であった。また、この槍については、桑名諸像の資料にも、特道具体新槍は、武州四谷再年寺に、愛収めむ穂先折レたるを同棲し、平家筋に、初伝の湯と記されており、教法二年に、再年寺で槍と由来を書者した、服部正リは、桑名藩に仕えた、正重の子孫である。 槍の作者は現在も判明していないが、その作りは出実合見な大見りである。損傷部位は穂先の折れに加え、柄は半面と長さの半分が消失している。太平洋戦争中の昭和20年5月29日、空襲の火災から槍を守るため住職が芝生に避難させたが、あまりの火星で地面に接していなかった。 片面半分と柄の一部が消失してしまったという。また、穂先が折れた原因については、地震が起きた時、家康から配慮した槍を守るため正しが、清水谷へ放り投げたところを折れてしまったとの逸話と、共に、自伝では、安政の大地震で、穂先30センチメートルほどが折れたとされている。なお、槍に付属する文書記録ではこの槍を、 姉川一番槍で使用したとするが、状況書上、松平腰中守る家臣、服ッ半蔵生秀樹等によれば、姉川合戦で使用したのは、正重げ16歳の宇都上選考により配慮した槍であるとされる。西年寺所蔵の槍は、尊称前の穂先は四尺であったと伝わるため、穂先の長さに差異が生じる。姉川一番槍で使用された槍が、 宇都城の先行で配慮した槍であったならば、西年寺所蔵の槍は事前による三方ヶ原の先行で、浜松城にのまるにて、家康より配慮した槍ということになる。またこの時配慮した槍は、無名、作者不明の槍と平安城、長吉の槍の二本であり、このうち平安城、長吉の槍は、正重の次男である、服部正重が所有し、晩年桑名藩に仕官した際、 藩主の息子である松平正良に献上していることから、最年人の槍は、これと同時に送られた、無名、作者不明の槍であると推察される。ありがとうございます。